かしてやるわ。はい、というわけで今日に白黒チャンネルのお時間です。はい、エヴァンゲリオンコスプレをしてみました。見ました。ということでエヴァコスで今日は白猫やっていきたいと思います。もうしばらくエヴァコスかやっていきたいと思います。はい、というわけで、はい、今ショコタンコラボが来ておりますので、ショコタンコラボの共闘にフォロワーさんとみんなと一緒に行ってみたいと思います。参ります。数字だけ貼るからみんな来てくれると嬉しいわ。あんたバカ、あんたバカ、ほんとバカね。嫌い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 、みんな大嫌い。ママこんなとこにいたのね、みたいなことはないっけ。ママ、ママママほらあれじゃん、2号機23、うん、吸収されちゃってるから。あーはいはいはい、ママこんなそばにいてくれたのねって。なんか切ないな、みんな切ないんだよ、ね、14歳の子がさ、そんなさ世界のさなんかをね責任を負わされてさ背負ってさ、あんな怪物とさ、かわいそうです、かわいそうですよ、本当に。本当ですよ、たまらないですよ、うん、というわけで何気に私も入院中になんかね DVD ね全部見たんだけど、扁桃腺、扁桃腺、そう、やっぱり喉が悪いんだなと思って。そうだね。さあみんな準備はできたかな。ギザドリームハッピーバースデー、ギザロックブレイクス、壊せる岩をすべて破壊。これ完全に迷子になりそうですね、初見ですけど。岩をすべて破壊、はい、おお、私魔導士、まあいいんじゃないですか。なんかイプテルちゃん食らうのがエロいっていう、食らうあんみたいなこと言うっつってすごい好評でしたよ、お友達から。意外と強いよね、うん、ここは。よし、電卓お願いします。12936合ってるよね。来た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 、あーかわいい、あかわいい、イットでーす。マミタス乗ってない猫、ね、マミタスの猫、この猫、あ 上にね、ほらしゅう、やばい、超可愛い、ありがたい。あー、小安さん、小安これじゃないか。かわいい、イケボー、イケボー、いいな。なんかあれだね、こんにちは、いっぱい来たからいいやってちょっと思ったけど、やっぱ欲しくなっちゃうねみたいな。ね、ライライオ、こんにちは、ライライオ。さあ、行きますよ、いいですか。いいですよ、嬉しす、嬉しす、嬉しす。初見ですのでね、ちょっといろいろ至らない点がね、ありまくりまくりスティーナがね、そう、急いでね、なんかレベル上げしたばっかだから40ぐらいね、40ぐらい、41とか。うちのスパスパンマは80ぐらいですけど、この景色、新鮮だわ、テンション上がる、めっちゃ上がってる、めっちゃ上がってるね、バッチコーイ、テンション上がる。なんかよくわからない、どこだ、何だ、すごいすごいすごい、みんなの見えてるかな、アクションスキル、まだ一回も使った、はい、やるぜ、スカしてんじゃねえ、あ、スカ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 やっテンション上がる、うわ強い、みんなもはやよくわかんない、もはやよくわかんないけど、キツネいる、危ない、なんかね、キツネがいた、キツネ危ないわ、バッチコーイ、テンション上がる、早っ早っ、いや、待って、みんな待って待って、やーかわいい、ユプテルさん乗っかってるよ、見た月に乗っかってた、うん、ありがとう、早い、月もなかったよ、すごい、かわいい、早い早い、どんなもんですか、よいしょ、この初めて使った感みたいな初めて使った感、はい、そんな感じで、はい、かわいい、抜群、ね、ユプテルちゃんかわ、かわいいじゃん、最初あんまりいろはちゃんテンション上がってなかったけど、私がすごい、うん、いや、ユプテルちゃんめっちゃ強いらしいし、めっちゃ可愛いから育てた方がいいよ、スキルのエフェクトやべえから、気合入ってっからやべえからって言ったら育ててくれた、レベル40、すごい、レベル40ぐらいにしてくれた、一点集中で育ててる、めちゃくちゃ可愛い、可愛いよね、うん、だってお月様乗ってたよ、見た、乗ってた、あの
ゴンドラみたいになってる、結構好きだ。本当超豪華だね。超豪華だよ本当に。くるくるしてたよね。やったね。もらったルーン。トゥトゥルートゥトゥルートゥトゥルー。いやありがとうございました。ありがとうございました。あ、電卓勝負に勝てるかなって言ってたセイさんが来てくれたねというわけで、というわけで、よいしょ。いやーよかったね。よかった。非常に迷子にならないクエストだったね、うん、なんか結構ショコタン、まだ全然やってないんですけど、ショコタンコラボ結構難しいっていうか、星級とかまであって、わお、結構難しいって迷子になるって評判だったので、迷子になったらどうしようとかと思ったんですけど、うん、ポンポンポンってやってね、うん、スカスカシパン飛ばせてよかったですよ。スカ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 って言ったね。言ってたでしょ。スカ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 シパンモリモリしたでしょスカスカシパンってウニの仲間なんですよ。そうなんだ、はい、美味しいの。いや、あの食べれない、食べれない、食べなんか人手みたいな感じの、なんか書いてありましたよ、あのスカスカシパン、うん、すごいセクシーだった今足が失礼しました。ここで正座しますかね。これ ねすごいスカート短いの。そう、すごいスカート短いんですよ。後ろがもうね、ちょっとなんかノリで S サイズ買ったけど結構良かった入ってみたいな感じのサイズ感な感じでねとりあえず2人入って、あ、ほっほっほっ、あ、チャック閉まる、大丈夫、チャック閉まる、チャックは閉まるんですけど大丈夫。まあスカートがね短いですね。もうなんかどこのエロいお店かしらみたいな。いや本当に絶対パンチラすぐするね。パンモロ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 はい、そんな感じでやってますの、はい、でというわけで、うん、みんなどうだったかしら。あのクオリティ、コスプレのクオリティが低いからってチャンネル登録解除しちゃう、れいちゃん泣いちゃうんだからビーッつってはい、そんな感じでやっていきたいと思います。何それ一瞬で戻ったかちょっといや、このさ、うん、ずっとれいちゃんテンションでやってるとさ、うん、誰もテンションが高い人がいなくなっちゃうんですよ。いやそうなんですよ、私もねすごい困る。なんかじゃあちょっといろはちゃん出すかだからテンション高くやってねポイって投げられた時のなんか不安感今日は何をやるのアスカちゃんとか言った後のあのアスカちゃんの返しがあれだからテンション低すぎて分かったもうレイちゃんテンション高いバージョンでやるからよろしくなみたいな感じに なってましたけどねそんな感じでやってますのでぜひお願いしますはい、じゃあ、先ほどもツイッターで募集させていただいたんですけれども、ちょいちょい募集とかしておりますのでツイッターぜひぜひアットシロコロチャンネルでやってますので登録お願いします。 YouTube チャンネル登録、この辺の赤いボタン、この辺の赤いボタンで登録いただきますと我らの動画の更新通知がシュート届きますのでぜひ登録お願いします。じゃんけん、じゃんけんはアスカちゃんがやればいいと思うわ。私ちょっとあの本当にアスカちゃんファンの人ごめんなさい、ね、ちょっと次交換してみる。でもねそれもね同じだと思うんだよね。あ、外人、外人顔が、うん、まあいいんだよ別に、うん、テンションがさ、ほら私がさアスカの方がさテンションがいいんだよ。あんたバカみたいなエコヒーキーとか言えばいいんでしょ。これどこですか。ちょっとレイちゃんファンすごく多くて怖いです何か、あ、いや私だよ怖いの大丈夫かなってすごいさっきからいろちゃん大丈夫かな、いろちゃんこれで大丈夫かな、なんかチャンネル登録解除とかされないから大丈夫かなってめっちゃ言ってたね。でもいろはちゃん大丈夫だよ、かわいいよ、かわいいよって言ってみて大丈夫だよって言ってくれて、かわいいよ、ほんと優しい、あら優しいって言ってくれたんで大丈夫だと思う。大丈夫かな、全然大丈夫です、足りんなと思ってます。そんな感じでじゃんけんはいろはちゃん頑張って、はい、白黒じゃんけんだよこれ。そうだね、白黒じゃんけんだよせーの、白黒じゃんけん最初にゃんじゃんけんぽい、そうです。なのでチョキの人、明日いいことあるかもしれないわ。じゃあねー、またねー、今日もお疲れ様、お疲れ様。